アクセルルンドス・ビンダルは、ノルウェー出身のアルペンスキー選手。2002年のジュニアの世界選手権、複合で優勝。他種目でもメダルを獲得。翌2003年の世界選手権、大回転で5位入賞を果たす。2005年11月27日ワールドカップレーク、ルイーズ大会スーパー大回転で、ワールドカップ初優勝。 その後、ワールドカップでは13回優勝している。その2005年から2006年シーズンには、スーパー大回転で、ワールドカップ、種目別優勝。2006年から2007年シーズンは総合優勝を、飾り、格好と複合で、種目別優勝した。2007年11月、アメリカ合衆国のビーバークリークで練習中に、顔面骨折。 スキー板で体を深く切り、意識不明の重体という、大怪我を負う。しかし翌シーズンには復帰。練習中に事故を起こした、そのビーバークリークでの大会での格好と、スーパー大回転で2008年12月、復帰後初優勝を飾る。そしてその2008年から2009年シーズン、ワールドカップ総合優勝、スーパー大回転で、種目別優勝。 そして世界選手権でもスーパー複合で金メダル、スーパー大回転で銅メダルという華々しい復帰シーズンとなった。2010年バンクーバーオリンピックでは得意のスーパー大回転で優勝。格好で銀メダル、大回転で銅メダルに輝いた。2010年から2011年シーズン世界選手権スーパー複合で金メダル。 バンクーバーオリンピック滑校2011年の2012年シーズンワールドカップスーパー大回転で種目別優勝。2012年から2013年シーズン世界選手権の滑校で2007年以来6年ぶりの金メダル。2010年バンクーバーオリンピック直前に日本のテレビ番組 NHK スペシャルミラクルボディにて取り上げられ。 肉体に関する詳細なデータが紹介される。格好のレース中、1分間に瞬きを一度しかせず、目から入ってくる情報を、すべて克明に把握することで、自分の心と体を完璧にコントロールする能力があることも分かった。番組内では、ビーバークリークでの事故について、事故のことを忘れようとするのではなく、なぜあんなことが起きたのかを考え、 事故の記憶と向き合いました。すごく辛い行為でした。と語り、また自身の心と体をいかにコントロールするかについては、勝つためには強い心を持つことが必要です。狂気と言ってもいいかもしれません。本当の勝者になりたいと思ったら、ここが限界だなと思うところの安全装置を少しだけ外すんです。と語った。ありがとうございます。